サンティティエンヌ・デュルブレ教会テロ事件とは、2016年7月26日に、フランスルーアン近郊のサンティティエンヌ・デュルブレのカトリック教会で、朝廃中に二人のイスラム過激派テロリストが侵入し、ジャック・アメル神父と、信者、修道女ら5人を人質にとって立てこもり、アメル神父を殺害し、信者一人に重傷を負わせたテロ事件。特に2015年から2016年にかけて、 フランスで発生したイスラム過激派による一連のテロ事件の一つである。サンテティエン・ヌ・デュルブレ教会テロ事件は2016年ニース・トラックテロ事件から12日後のことであり、実行犯のアデル・ケルミシュとアブデル・マリク・プティジャはアラーフ・アクバルと叫んだ時に突入した特殊部隊に射殺された。イスラム過激派組織、イスラム国が このテロは十字軍連合国を狙ったと反抗声明を出した。また ISIS のメディア部門やマク通信はテレグラムを介して実行犯二人が ISIS IS に忠誠を誓う姿を映した動画を公開した。実行犯の一人であるアデル・ケルミッシュは地元のモスクで過激思想に染まり2015年3月にシリアで ISIS IS に合流しようと出発したがトルコで追い返され 家族の捜索願いに基づき、ドイツで逮捕された。スイス経由でパリに送られ、2016年3月まで拘留された後、あと保護観察家に置かれ、電子足輪をつけて親元で暮らしていた。土日以外の午前中は外出可能であったため、7月26日火曜の朝、廃中にサンテティエンル教会に侵入することができた。平日の朝廃であったため、 信者は少なかったが、犯人は、信者が少ない教会の朝廃時間が最も確実な、犯行時間と考えた可能性もあるという。実行犯二人は、教会の裏口から侵入すると、礼拝中のアメル神父を、祭壇から下ろしてひざまずかせ、アラブ語を唱えた後、神父の首を切り、殺害した。一人の修道所が逃げ、警察に通報したため、 テロ対策の特殊部隊が1時間半後に教会に到着し、教会から出てきたテロリストを射殺した。3人の修道女は、聖便選手ア・パウロの愛徳姉妹会のシスター、エレーノ・デュコー、ダニエル・ドゥラフォス、ユゲット・ペロンで犯人にコーランを読んだことがあるかと聞かれ、聖書を敬うようにコーランを敬っている。特に印象的なのは平和に関するメッセージだと答えたことなど、後に、 事件の様子を詳細に語り、その勇気と冷静さを称えられた。殺害されたアメル神父は、特に2015年のテロ事件以降は、イスラム教徒の地域評議会と共に、宗教間の対話を積極的に推進していた。注目されることを嫌う、謙虚な聖職者であり、町のモスクの宗教指導者、モハメド・カラビラ氏は、友人の死に呆然としている。 他人のために人生を捧げた人であるといたんだ。事件5日後の7月31日に、ルーアンダイ聖堂で、同教区のドミニクルブランダイ司教により、アメル神父の追悼ミサが取り行われ、約2000人が参加した。この時、少なくとも100人ほどのイスラム教徒が参加したことは、極めて異例のこととして、フランスのメディアで、大々的に取り上げられた。アメル神父の追悼ミサは、 パリのノートルダム大聖堂など他の多くの教会でも行われ、イスラム教徒やユダヤ教徒も参加した。2週間前にテロ事件があったニースでは、フランスイスラム教評議会が、モスク代表者、イマーム、イスラム教をいたずらに、団結と同情を示すために、ミサに参加するよう呼びかけた。サンピエール・ドラリアーヌ教会で行われた、このミサに参列したイスラム教指導者は、 アメル神父の死は、私たちに、彼の平和活動を受け継ぐ責任と、歴史的義務を与えたと語った。また、エリゼ宮殿では、フランス宗教代表社会議会合が行われ、フランソワ・オランド大統領は、教皇フランシスコと電話会談し、被災が襲われることは、フランス全体が傷つけられることであり、全力を挙げて教会及び信仰施設を保護すると、伝え、 さらにサンティティエンヌ・デュルブレの現場を訪問して声明を発表。襲われたのはカトリック教徒、すべてのカトリック教徒だが、すべてのフランス人が当事者意識を持っている。それゆえに我々は一致団結し、一丸となって誰も亀裂を生じさせることができない一枚岩とならなければならないと訴えた。教皇フランシスコは礼拝中に殺害されたアメル神父を殉教者と称え、 アメルの劣服への審査を開始するように要請した。8月3日にルーアン大聖堂で行われたアメル神父の告別式にはあらゆる宗教の信者数千人が参加した。アメル神父の妹はアメル神父がアルジェリア戦争に参加した時、人を殺せと命令しなければならない将校としての地位を固くなに拒んで一兵士として戦地に赴いたことに触れ、 神父はなぜ自分だけが生き残ったのかと苦しんでいた。しかしその答えが今分かった。愛と慈悲の神は、あらゆる宗教の信者、無信論者、すべての人々の間に愛、い、分かち合い、寛容を育むために、あなたが最後に息を引き取るまで使えるよう、あなたを選んだのであると語った。サンテティエンヌ・ドゥルブレ教会内部この事件で、GPS 足話の有効性が問題になった。 サルコジ前大統領や保守政治家からはフィッシュエースとして監視下に置かれているものは全員刑務所に入れておくべきだという声が上がった。事件からちょうど2年目にあたる2018年7月26日にもルーアン大聖堂でアメル神父を忍ぶミサがルブラン大司教により取り行われた。大司教はミサの説教でアメル神父はその模範を通して光を放っていた。それは 家庭や小教区、この町のただ中にあって、誠実で控えめな奉仕に生きる模範であったと語った。また、2017年4月から行われている、アメル神父の劣腹調査では、神父が書き記した500以上もの味噌の説教が整理、されて見つかったという。ありがとうございます。